実は私自身がですね、いびきが非常に、書きまして、そして睡眠時無呼吸症候群という、診断も私自身されております。そこから、その治療に興味を持つようになりました。実際そのいびきでですね、歯医者さんに来られるっていう認識を持たれてない方がほとんどで、いびきの治療としてはですね、以下でこう鼻にマスクみたいなものをしてですね、CPAP というんですけれども、夜中中その空気を、送り込んでですね、ベロがその気道を塞いでいびきをかくんですけれども、気道を塞がないように、そういう装置で 一晩中空気を送り込んでいくということで、睡眠時無呼吸症候群の治療が、されているのが、一般的だと思います。ところがやはりその装置自体が大げさですし、まあ、旅行とかにそういうのを持っていくの、もしくは口の中が乾燥したりとか、こうバンドで、顔に固定するので、女性の方だとそのバンドの跡が顔についたりとか、髪の毛が、乱れるとかですね、そういうこともあるので、結構、継続してその治療を続けていかれる方が、少なくなります。大体半分ぐらいの方が離脱していきます。その点、歯科で行ういびき治療というのは、スリープスプリントという、上下に、マウスピースのようなものを入れてですね、下の顎を前の方に出すことによって口の中の、スペースを広げて、そして、ベロが、落ち込んで気道を塞がないようにすることによっていびきをかかないようにします。そして、睡眠時呼吸症候群ですね、睡眠時に、息が止まってですね、苦しくないように、そういうスプリントを使用して、治療していきます。この利点は、外見からはもうほとんど分かりにくいですし、喋ることもできますし、水を飲むこともできますし、非常に、簡便なので、とっつきやすい、患者さんにしてみたら負担の少ない治療になるかと思いますので、ぜひ、そういう、スリープスプリントを使った治療を受けていただきたいと思います。実際そのいびきとか睡眠時無呼吸症候群というのはですね、患者さんの数的にはいびきは、日本では大体2000万人ぐらい、睡眠時無呼吸症候群は300万人ぐらいの方が実際は、その潜在的な患者さんとしておられるんですけども、実際治療されているのは、それの10分の1のですね、20万人から30万人ぐらいの方しか治療されていません。睡眠時無呼吸症候群というのは、すぐに何かその命を、ぽっくりとですね、失うということではないんですけれども、やはり睡眠の質が悪いことによってだんだんとその血管とかに、ダメージを与えていってですね、10年ぐらいするとですね、脳血管障害ですね、心筋梗塞であったりとか脳梗塞とか、そういう、死に至るような病気になるリスクを高めてしまうっていうことですので、ぜひ、睡眠時無呼吸症候群の、治療を受けていただきたいと思います。はい。